熊谷新一2021年2月8日は、日本の実業家、シベール創業者、山形県大江町に生まれる。山形市立商業高等学校卒業後、仙台市、新潟県三条市、東京での菓子職人の修行を経て、父親が営む和菓子店、小月堂に入る。1966年25歳の時、山形市緑町に、県内では、 初となる洋菓子専門店、シベールを開業し、市内や仙台市等に店舗網を広げていった。洋菓子専門から10年後にパン製造に手を広げ、売れ残ったフランスパンを活用して売り出したというラスクが手頃な贈答品として、全国で高い評判を受け、山形を代表する企業の一つに成長させ、ジャスダック上場へと導いた。また本社敷地内に、 シベールアリーナや交流のあった劇作家の井上久志からの協力を得て地質道文庫を作るなど文化振興にも貢献し施設の運営にあたる公益財団法人現地域文化支援財団も創設し代表理事を務めた2010年に社長を退いてからは経営に関与していなかったがその後シベールは競争激化で業績が悪化 2019年に経営破綻し、エースフーズがスポンサーとなり、再建を図っている。脳梗塞で倒れ、リハビリを行っていたが、2021年2月8日、心筋梗塞で死去した。79歳没。ありがとうございます。